はい、皆さん今日も奏でてますか、ゲーム実況と演奏してみたのカロンです。ということでパート5ですね。未だに入学できてない私ですが、そうですね、すでに33匹を捕まえ、プレイ時間は6時間半ということでいや、オープンワールド無限に遊べるよねということで、ポケモンもね、多分今作からの新しいポケモンで揃えられたかなという感じで、まあ意図してないんですけど、なんか全員メスなんですよね。ユウコ、ユリの花を咲かせるかということで、テーブルシティ入っていきますか。クソデケモンを叩きましょう。太陽が配れてるね。でかっ。キルアの実家のもんじゃん。力試しのもん。おー、ユウコ。お、戦闘鏡のパイセン。坂道のトレーナーたちと戦って、ポケモン成長したんじゃない？どれくらい強くなったか勝負して試しに。もうっすか。戦いたくてうずうず。体は闘争を求める。アーマードコアの新作が出る。いやー、でも、ちゃんと6匹捕まえたんで。来た、実りある勝負。君たちはどんどん美味しく実る。興奮しちゃうじゃないか。さて。はい、大丈夫か。ユウコ強くなってそうだし、今回に引き行かせてもらうね。イエス。いや、もう6匹捕まえちゃった。さて。すまんな。やばいな。寄り道すぎたか。一応ね、野生ポケモンでのレベル上げはやってないんですけど、ただ捕まえただけでもね、経験値入るんで。かもね。じゃあ地面を出しますか。よし、ミラックマ行ってこい。じゃない、シゲル行ってこい。思った以上に押されてる。やっぱりユウコいいね。あえて劣勢で戦うことにより戦いの喜びを再確認している。よし、マットショットで。お、とっておき、もしかして。おー、これが先はクリステル。お、もてなし。お、もてなし。ポケモンを照らしとる。タイプの威力をもっと高める。すまんな。見せ場をもうちょっと作ってあげれればよかったが、残念、効果がない。まあ基本的には自分と同じタイプなのかな、テラステル。たまに珍しいタイプがあるのかな。そして何もさせずに、おい、無慈悲のマントショット。フフッ、ボコボコやな。お、余裕の表情。急成長にびっくりだよ。確かにね、ちょっとね、急に6匹に増えたしね。はい、テラステル相手にそのままで勝っちゃなんて。あおってきよるで。まだ使えないんすよ。後で何とかしてください。それから忘れがちだけど、ポケモン始めたばっかりなんだよね。確かにな、ユウコ。まだ、今朝始めたばっかだからな。この世界だと。お、元気のかけら。で、門の向こうが学校の街、テーブルシティ。
コスタジタウンとかテーブルシティとかそういう感じの名前がついてますね。一休みして追いかけるね。なるほどね。また先に行かせて成長させてバトルする、ネモパイセンの戦闘ルーティーンに組み込まれちゃった。ブティックいいね。おすすめはポケモンに持たせて便利な道具テルデリバードポーチかな。デリバードいいんだね。一通り見終わったら学校の前に集合。階段すごいから気をつけて。また後で楽しみにしてて。はい。なるほどね。ムービーの曲かと思ったら。この街の曲か。街とかの曲は結構、あれかな？同じ曲アレンジ変えたりして使ってんのかな？よし、じゃあまあ街ちょっと見ていきますか。まあ、どうせめっちゃ時間かかるんで、カットしつつ、ちょっと見ていきましょう。これ何ですか？お、デリバードポーチ。あ、店の中の情景はないんだ。ハリボテだった。ああ、努力地点おなじみの。絶対お金足りひんよね。金ってどこで荒稼ぎできんだろう。カジノとかないのかな。小学生感じろ。多分この構あるところが入れる店なんだろうな。あ、中の描写あんじゃん。サンドイッチのレシピ研究。あ、サンドイッチってあれピクニックのやつかな。あ。誰かのサンドイッチがある。いただきまーす。あ、カメラアプリ使えない。そう。ここは？あ、ドラッグストアか。すいません、薬ください。薬がないとやっていけないんです。薬をください。あ、美容院だ。お邪魔しまーす。いやね、まあ、せっかくなんで最初はデフォルトでやってたんですけど、まあ、そろそろアレンジしたいよね。いや、アレンジ3000円か。なるほど。そうね、絶対金が足りない。ふふ。わあ、すげえ、でけえ街だと。ボケ線が2つあるぜ。大都会はすげえな。いや、いきなりでけえ街あるのも、ちょっと珍しいよね。マジ何でもできるぞ、この街。お、あれは、ギタリストだ。おー、すげえ、ちゃんと街の曲に合わせて弾いてる。で、左から、はい、右から、俺も混ざろ。
い、ということで街を端から端まで見てきました。まあ、まずねパパ活をし、そしてね親子水いらずに水を差し、あちら側の世界に入りという感じで満喫し、そしてね、まあ売れるもんね、すべて売り払って3万5000円の富を得たんですけども、そしてね、まあ意気揚々と金を用意して美容院とか行ったんですけど、まあね、デフォルトが一番可愛いわということに気づきました。あの、まあおしゃれな髪型ね、いっぱいあったんだけど、なんか年齢に合った可愛さというか、割となんか幼い感じの見た目なんで、デフォルトが一番可愛いわということに気づきました。1時間美容院にこもった結果ということで、まあね、ちょっとせっかくなんでプチ整形だけして、はい。まああと靴下と靴だけちょっと新しいの買って、他はね変えずにやっていこうかなと。他の髪、いい髪型あったんですけど、なんか帽子かぶれない髪型とかもあるみたいなんで、一旦ちょっとねこの感じで。あそこに道具落ちてんだ、スパイダーマンでもいいの。だとね、今作あの服はね制服で固定らしいんで、まあ最初はまあせっかく学校初日だし、スクール帽なんだ、スクールの帽子もねかぶってデフォルトでいっちゃいましょう。よし、行くぞ。最初のメガネを見は、あ、メガネ陰キャの印。信号ちゃんは私がお星様にさせよう。俺がお星様にしてやる、その言葉そっくりそのまま返してやるぜ。おお、なんだ決めポーズをしているサーダの下っ端ね。めっちゃ足さらしてんな。さて、こいつ何タイプだったっけ。まあ、紙服でいっか。お、曲違うんだね。あー、ひるむ。なんかめっちゃひるむよね。そんなに3割くらいじゃなかった。優秀。まあ、スターダンの戦闘曲はまた聴けるタイミングがあるでしょう。はい、噛みついて何もさせない。はい、あざっす。おっと、お星様になっちゃった。お星様、確かに頭の中はお星様そうなんやな。416円、安っ。下っ端だからな。お、でもなんか左肩に星の入れ墨がある、いいな。後輩がやられた。こうなったら先輩である。お前もかーい。お、来た戦闘橋。あ、ネモさんちょうどいいところに。ここにバトルしたがってそうな。あ、生徒会長やっぱ有名なんだ。もうダメだよ、ゆうこ。興奮するじゃないか。え、あ、ごめん、勘違いしちゃった。本当だ、よく見たらスターだ。おお、アウトオブ眼中。また強引な勧誘している。あ、はい、どうも。
生徒会長の前では頭が上がらないのか。なるほどね。本来なら生徒会長としてこの騒ぎを収めるべきなんだろうけど。お、これはもしかして超マル秘アイテムで解決しちゃいますか。きたー、滝川クリステル。あれ、なんか成績優秀じゃないともらえないみたいな話なかったっけ、街歩いてると。こんな簡単にもらっていいのか。生徒会長直伝の骨でもらったテラサル。おう、なんかエネルギーが溢れてる。テラサルオーブを持っていると戦闘中にポケモンをテラステル、おもてなしできる。ネオハは草タイプね。まあ草の威力がそのまま上がるって感じなんかな。でもらうのって本当は専用の授業受けないとだけど。お、推薦会長の。生徒会長だからというより実家が金持ちだからなんだろうか。学園に寄付してる代わりに骨ができた。お、実験台になれ。テラステルお試しにされる感じですね。お、嫌なら私と勝負だよ。おお、ごめん。シンガーの方ならまだ勝つチャンスはある。はい。お、レフェリー。デュエル開始の宣言をしろ、磯野。デュエル開始。さあ、やっぱね、どうせ1匹しか持ってねえんだろ。お、パルデア地方ではポケモンが結晶化することがあります。それを滝川クリステルと呼びます。クリステルボタンを押すとポケモンがテラスタイプします。テラスタイプの技が強くなると、まあ、場合によってはタイプも変わるよと。あ、なるほどね。しばらくポケモンセンターで回復するっていうのは感じます。じゃあマジでジム戦の中で一回切りとかなのか。テラステルボタン R ね、間違えて押しちゃいそうやな。よっしゃ、行ってくるか。テラステルでマジカルリープすればいいのかな。はい、滝川クリステル、お、もてなし、おもてな。おお、花咲きつぼみ。せえおもてなし。わあ、めっちゃ輝いとるで。嵐の中で輝いてその夢を諦めないで。よし、東京マンジリベンジャーズ倒したぞ。さすがゆうこ、テラッサルもいい感じ。確かにね。同じタイプの技はさらに強くなる。たまに全然違うタイプにテラッサルになる。これマジでランダムなんかな。ニャオホだったら草とたまに電気とかじゃなくて、たまにどんなタイプでもランダムでありえたりするのかな。そしたら収集めちゃくちゃ大変そうだけど、ポケモンごとに代理のテラサルタイプが決まってるのか、完全にランダムなのか。完全にランダムだったらちょっとね、まあ僕は対戦はする予定ないですけど、対戦するならかなり厳選大変だな。お疲れ様でした。ちょっと無理やりじゃない。あ、スターパンチ。今のはキュアスターの必殺技です。スターダン、いわゆるやんちゃな生徒の集まり。お、不良か。東京スターリベンジャーズ。パルディアスターリベンジャーズ。出席率も低いし、集団で暴走してるし、選手たちも頭を抱えてるみたい。問題児もいるんやね。お、髪型よっぽどこいつの方がやんちゃうけど。ありがとうございます。
行くんで。おお、陰キャはメガネの証と言ったけど、まあマジで陰キャかもしんない学生の頃の俺と一緒だ。悲しいね。ゆうこ、えらい人助けしてたんだね。そうですよ、あんま見ない顔。あの子も転入生かな。転入生も結構いるのかな。 EV のバッグもふもふ。さて、いざこざも解決したし、いよいよ学校へ向かいますか。やっと学校。もう7時間以上プレイしている地獄の階段を頑張って登ろう。何段飛ばし5段飛ばしくらいしよったね。さすが。はい、学校に到着お、早速学校の落とし物パチっていく。ニコめっちゃニコリしたね。よし、お邪魔します。おお、すげえ。国立図書館みたいな受付。オレンジアカデミーへようこそ。学校のエントランス、すげえな。こんな学校に不良いんのか。おもろいな。ここの受付で登録すればいろんな授業を受けられる。しかも履修選択制、小学生で。えぐ。校内のいろんな施設につながっている。この学こんな学校やったらユタボンも通うやろ。勝負できそうなくらい広いのに。エントランスでポケモン勝負は高速で禁止。体はどうか思って。お、来た、カズマのおじいちゃん。初めての投稿はいかがでしたか。時間がかかりました。ものすごく大冒険ですね。それがチャンピオンランク、そして生徒会議ですね。学校の中のチャンピオンってこと。ご案内ありがとうございます。友達だから当然ですよね。ゆうくねーねーもばーですね。はい、スター団の人たちを見ました。なんですって、あれそんな一大事なの。わっ、どうも校長、メガネ白いっすね。校門の階段下に EV バッグの子が絡まれてて、それは大ニュースですよ。今も彼らはいますか。ゆう子が実力で追っ払いました。おい、蹴散らしてやった。それあ、なんということでしょう。ゆうこさん、人助けはいいことですが、入学早々ワイルドはほどほどに。いや、この学校荒らしに来た。ネモさんもそういう時は先生を呼んでください。なるほどですね、絶対呼ぶ気ないやろ。バトルに全てを捧げる。イブのバッグはボタンさんでしょうか。学校にいらしてくれて何を。ユネモさんは、サダのことを担任のジーニア先生に報告してください。あー、なんだっけ、図鑑アプリ作ってる人だ、ジーニア。そろそろ修行時間です。二人とも教室に急がなくては。多分まあいっか、登校に時間かかったからもう修行だと思う。1の A まで案内する。私たちの教室1の A。 え、じゃあやっぱ中1なんかな。まあまあ、そこは現実世界とちょっと違う。お、おはようございます。元気よく挨拶しましょう。じゃあ教室の中でも帽子かぶってるやつ違う、これ。お、なんか思ってたの違う。はい、皆さんおはようございます。今日は大ニュースがあります。来た人は誰かな。わー、なんかのんびりしてる。はいはい、行きたーい。お、クソバッチ。あー、なんかベンゼンメガネね、やば、六角形や。先生のメガネ、どことどこが二重結合してるんですか。このクラスに新しいお友達が増えます。やばい、全然メガネだ。
あ、焙煎一番前の席。どんな子が来るのかな。いや、プレッシャー。入っていきなり壇上で挨拶を堂々とした顔つき、大物感がある。自己紹介できるかな。あ、まあここは元気よく行っとくか。ゆうこです。この学校を荒らしていきました。あ、ざわ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 。はい、ゆうこさんに興味津々です。質問した人は誰か。お、クソガキ。あー、すごいですか。なんだクソガキ。ゆうこさんはポケモンのどういうところが好きですか。勝負だろわ、そうなんだ、僕もだよ。他に質問がある人はいますかね。じゃあ、お前はちょっと知っとるやろ。ゆうこさんは、この学校で勉強していって将来何を目指したいですか。あ、怖えプレッシャーが。いやー、まさにも強いトレーナーでいきましょう。あ、2個。さっき何戦するんだろうか。絶対なれる、なれるって。一緒にいっぱい強くなろう。いやー、完全に目をつけられてるが、はい、自己紹介ありがとうございます。お、セーブ担当。セーブ担当のジュニア、担任の先生でもあります。もっとのんびり話した方がいいな。ゆうこさんの席はそちら前から2番目でお願いします。取り落ちそうになった。大丈夫か。それでは皆さん、これから仲良く勉強していきましょう。あ、よろしくお願いします。そうだね、学校の中をえ、授業中じゃない。あ、なんかボタン押したら授業切れる。うわー、なんだあの人黒ずくめの男。女どっちかわかんない。お、黒ずくめの女がいる。チャンピオンでも代わりをお願いしますね。任せてくださいよ、むしろ楽しみです。それではお任せします。ごきげんよう。あ、こんな身なりで言葉遣いは丁寧。目つけられた。おや、失礼します。あ、ゆうこ、すごそうな人。あの人はトップ、え、トップハム買っときょ。強くてすごくてかっこよくて私の目標で。あー、すごい早口いや、ポケモントレーナーなら誰もが憧れる人なんだ。学校外でチャンピオンとかなのかな。それでさ、さっきの教室での話。私の質問に強いトレーナーを目指すって言ってくれたよね。それならさ、お、しました。ゆうこも、チャンピオンランクを目指してみない？いや、目指すか。はい、説明をお願いいたします。チャンピオンランクっていうのは、ポケモンを鍛えて、己も鍛えて、その技で人々を魅了するポケモン勝負プロ級の人たち。ポケモンリーグに認められるとチャンピオンランクになる。ああ、なるほどね。チャンピオンランクに到達するには授業を受けるだけじゃなくて4つのポケモンジムを勝ち抜いてジムマッチを集めるんだよ。え、でもパイセンもうジム攻略してるんすか。そしたら特別なテスト、チャンピオンテストに挑戦できる。合格すれば晴れてチャンピオンランクになれる。ポケモントレーナーみんなの憧れ、すっごい称号なのだ。集中戦で自分で言うの恥ずかしいね。いやいや、恥ずかしがってないですよそれをめちゃくちゃいい振りになって。前回の宝さん勝ちでチャンピオンランクになる。
宝探しっていうのが出ました。ワンピースを見つけに特別な課外授業、前の入学早々あった、学校の外で冒険しながら自由に学べて楽しんで、今思えばあの経験が宝物だったの。ああ、ちょっとネタバレはやめてください。優子と一緒なら私ももっと強くなれる、強くなるために生まれてきた。はい、あらかじめジムの場所、ジムの場所、ああはいはいはい、ポケモンジムね。広いなはいはいはい、そしてチャンピオンロード、おなじみのね。お、なんだ、お、やる気に満ちた顔をしている。あ、リオルじゃん。確かに個性的な先生多そうだね。お、テスト見せてください。テスト見せろよ。職員室意外と狭いな。アクセス速度、いきなり腹ごしらえするか。お、ガキども、あれなんかいう子よりもちっちゃい子がさらにたくさんいる。なんか後頭部、中頭部、後頭部みたいにたくさんあんのかな。ほら、食堂で走り回ってはいけません。食堂で走り回ってはちょっと待ってよ。とりあえず仕掛けるか。おい、オッペッパー近っ近い距離。お、またあったな。俺のこと覚えてるよな、誰だっけコライドンの方でやっただろう。そうです。あー、なんか後ろのガキめっちゃ笑ってる笑われてんぞ改めて言っとくけど、俺はペパーって男だ。男だったんですかはい、お前はならなくていいぜ、リュウコ。だ、お、生徒会長とつるんでる。え、マジで噂で持ちきりな。期待の新入生現れる。そんな有名人に会うため帰宅もねえがここまで足を運んでやったんだ。優子に会うため、俺の野望の実現のため、その強さ貸してくれねえか新入生にどれだけ期待してるんだ。よし、よくわかんねえがお前何でもイエスなんか。意外かもしれないけど、俺ピクニックがして料理するのも得意なわけよ。お、パッケージパターン。まあ、ポケモンを元気にする健康料理を研究してんだけど、へぇ、この前見つけた本に、食べればたちまち元気になる。おっ、二郎ラーメン、秘伝スパイスっていう、まあ、ニンニクだろ食材の情報が載ってた。秘伝スパイスは全部で5種類、この粉末をペロッと舐めるだけでペロ、は、口からアーモンド臭、これは生産界、需要競争、血行促進、老化防止に免疫アップだ。怪しい。ああ、なんか目が決まっている。薬が切れている。遺伝スパイス依存性がないか、大丈夫か。主ポケモン、おお、なんか出ましたね。主ポケモンってのに守られて簡単には手に入らねえんだ。主ってのは多分こんなやつ。エリアゼロの怪物、エリアゼロには不思議なポケモンが生息している。下に行くにつれてポケモンがかどうかもわからないような巨大で凶暴な生物がその姿を見せ始める。彼らの猛攻を受けたことで隊員が致命傷を負い、退却することに。じゃ、結構ストーリーがちゃんと進んできましたね。今までずっと草まれでわちゃわちゃしてた感じだから。観測隊の一人が偶然、あ、ドンファン、撮影した写真、ドンファンというポケモンに似
ているような気がするが、体の大きさや背中の形との生物的に全く異なる。なんと偉大な牙であろうか。自分で取りに行きたいけど、俺ポケモンショーバー苦手でさ。例えば秘伝のスパイス、もしかして過剰摂取したらドンファンみたく巨大になっちまうのかもしれねえと。魔物になる危険性が、ポケモンが強い、友達のあてもねえし、多分1行目なくてもね、ただ友達のあてもねえしだろうな。これ絶対ボッチだろうな。生徒会長に頼むのもうついし、そこでぜひともお前の力を貸してほしいんだ。おぉ、空手のナンパだ。嫌だよ。まだ答えなくていい。とりあえず、ヌッシーがいそうな場所だけ、マップアプリントの後ろから。お、それは、You know。秘伝スパイスね。取ったらどうなんだろう。ヌッシー。結構長期的なんかな。レジェンドルート。これなんか3つのルートっていう、あれか。チャンピオンロードと、レジェンドルート。細かい話はまた今度。近づきの印にこいつがやる。お、現金か。星の砂か。あ、でも、換金や。やった。金もらったぜ。考えといてくれよー。走りながら、デゼリーを押さえ。はい。お、ちっちゃい子と話すときに目線を合わせるんだ。いいね。スライディング、うらうらよ。お、なんだ、ロトロトロトって着信音なんだ。ゆうこすげーびっくりしてる顔だ。あ、この通話はあなたのスマホをハッキングして行っている。あ、何す、何さらそんなにボケー。私の名はカシオペア。嘘つけ。本名同性、高橋とかだから。あなたのことは知っている高い素質を持つポケモントレーナー。なんでこんなもん知られてんの、ゆうこ。前世ですごいトレーナーだった。その腕前を見込んで頼みたいことがある。スターダンを知っているな。まあ知ってるよ。話が早くて助かる。スターダンとアカデミーに通う生徒たちが作った、いわゆる不良グループ。おう、パルデアマンジーリビン。彼らはアカデミーの風紀を乱し、周囲に迷惑をかけている。そんな彼らを私は放っておくことができない。どうなんやろ、割といい人寄りなんかな、カシオペア。その正体は、校長？私はスターダンを、なんかもっと、不審な電話感出したいな。私もスターダンを解散させ、もしかしたら帰る作戦。スターダスト大作戦を考えているんですけども。この計画にはどうしたいっすよ。誰だにも力を貸してほしい。まあ貸してやるよ。この学校のチンピラども全員閉めて、真の風量マスターになってやる。返事は結構。あれ、いいって返事したのにな。詳しいことはまた後日。今日のところはこれで失礼するよ。ああ、出た黒幕。どうもゆうこさん。校内でのスマホ通話はもう少し。ああ、すいません。はい、気をつけます。大切な個人情報が聞かれてしまうと危険ですので、今の時代気をつけることが多くて大変ですね。おお、もうガキもそんなこと気をつけないといけないのか。それではまた後ほど。
メガネ白いな。サーダン、結構重要なんかな。サーダン、ただのチンピラかと思ったけど。おい、次から次に喉が休まらないぜ。おー、校長室呼び出し。はい、ゆうこさん、よくいらっしゃいました。オレンジアカデミーは気に入ってくださいましたか？そうですね、いいところです。バカ的です。大変嬉しいお返事です。先ほど食堂で話せればよかったのですが、理由がありまして校長室までお呼び出ししました。私の友人があなたに大事なお話があるそうです。お、あー、めっちゃ度数の効いた睨みで。おっと、この場にはいらっしゃいません。今つなぎますね。お、あー、なんかケバイ姉貴出てきた。ハロー、ユウコ、はじめまして。私はオーリン、カルディアの大穴の奥。あの大穴ね。はいはい、マップにあった。エリアゼロにて。ポケモンの研究をしている。あ、アビスの大穴。憧れは止められねえんだ。バナナの七地はバナナな。我が校の卒業生で素晴らしい博士なんだ。お、あ、来た来た。この人が博士か。担当職人に話そう。お、ヤエバだ。やえばいいよ。学籍番号 805C393。 特にないか。君はコライオンという不思議なポケモンを連れている。はい、正直な情報の提供大変感謝する。いや、何、責めるつもりはない。ただ協力してほしいのだ。はい。お、呼ばれて飛び出て。いや、久しぶり、元気そうで何です。あれ、元カレっすか。いや、実はコライドンは私が管理していたポケモンです。管理、ペパーという青年から受け取ったのであろう。ボールも元々は私のものなんだ。しかし今私はそのポケモンを管理できない状況になる。ゆうこには引き続きコライドンを可愛がってほしい。はあ、そう言ってもらえると助かるよ。コライドンは今弱っており戦闘能力を失っている。ああ、そういう設定なんだ。なるほどね。移動に特化したライドフォルムにはなれそうだが、持っていた能力を完全に取り戻すには時間を必要とするだろう。まあ、しばらくは遺伝マシン要員。私の連絡先をスマホに登録しよう。お、来た。意外とガバイ。今後は状況確認のため定期的に連絡させてもらう。あ、これあれだ、スカーレットの方はまだお姉さんだからいいけど、バイオレットの方は強制的におじさんと LINE 交換しないといけないイベントなんだよな、これ確か。それでは確かに発見。あきあきあきあす。このポケモンはもしやエリアゼロの。お、メガネクイ。いやー、こういうの好きだな。オーリム、まさかあなたは。校長、あ、ヒゲもちょっと生えてんだ。博士に随分大きなお願いをされてしまいました。アカデミーも全力であなたをサポートします。託されたコライドンと共に学園生活を楽しんでください。また校長、窓の方向いて。あ、いたいた、ゆうこ。
入学早々校長室に呼び出しなんて悪いことでもしたの。ガキに飛び膝蹴りしました。なんて冗談。ジュニア先生から寮の部屋を案内するように言われたの。そうだね、寮だ。マイルーム、一緒に行ってみようよ。よし。あ、戻れねえ。ちょっともうちょっと進むか。カットシーンがねえな。さて。おお。え、一人部屋で、この広さ、キッチンもあるし。すげえ。ジャカパーン、何語これからゆうこが暮らす部屋でーす。で、私も初めて入るんだけど、入学初日からいろいろあって疲れたでしょ。ベッドでゆっくり休んでね。お、授業をサボって、昼寝。元気になったらまた明日いっぱい。出たな。アーマードコア、パイセン。よし、自分の部屋に入ったところで終わりにしますか。